はい、今回は早々のフリーレン第14話のアニメが放送されましたので、その振り返りをやっていこうかなと思います。原作との、ね、違いもたくさんあったし、ほんと細かいんですけれども、この描写やばいなと思ったとこたくさんあったんで、その辺についても触れていこうかなと思います。第14話若者の特権というところで、こちらあえて原作のタイトルを拾わない状態で、なかなかね秀逸なタイトルとなっているんですけれども、まあ、若者と大人というところがテーマとなっていることとなっていて、それでいてねフリーレンのね、まあ、指輪とかいろんなところありましたけれども、ぜひね皆さんのね気になる点だったりとか原作との違いだったりとかあればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考日励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。前回ザインの初登場回となっていて、仲間になるまでのこうフリーレンらしいこう視点で描かれていて、原作を絶妙に表現しながらこうグッとくる回だったかなと思います。今回そのザインが仲間になってからの話となるんですけれども、まあ、原作でいうところの第29話理想の大人からスタートとなっております。そしていきなりアニメオリジナルの展開となっているんですよね。これもいきなりこうザインたちが加わっているシーンからなんですが、まず勇者一行たちの話からとなっております。まずねこうアイテムが豊富、買い出しのしがいがあるというところで、フェルンとシュタルクの会話なんですけれども、この会話からフリーレンの階層へと移ります。ハイターが酒場が多いことに気を取られていたりとか、ヒンメルから買い物に誘われた描写がフラッシュバックします。これ後ほどこれ B パートの方でヒンメルたちのあのシーンとつながる内容となっております。そしてこの冒頭部分が挿入されてオープニングへと移ります。でオープニングを原作の29話と戻るんですけれども、シュタルクの不満が爆発するところからですね。このシュタルクの不満についてもちょっとグレードアップしていて、そこまで言わなくたっていいっていうこともね追加されていて、より激しくなっていました。でフェルンの誕生日だけど、シュタルクがプレゼントを用意していないことでフェルンが切れた場面ですね。でこのあたりから2人の関係がとてもいいんですけれども、フェルンも感情を抑えられないという部分が表に出してくる要素が増えるのもこの辺からかなと思います。まあ、お母さん役みたいな立ち位置ですけれども、まだまだこう子供だったりとか若いというところにもつながってくるかなと思います。で大人役のザインなんですけれども、男は細かいことを気にしない生き物発言でフェルンがローキックを食らしていくんですけれども、原作ではもうトンと当てる感じだったんですが、何発も入れていましたね。膝に来るっていうところが蓄積のダメージとしてしっかり表現されています。ここ一瞬なんですけれども、タバコがザインから落ちる描写が追加になっていて、その後タバコを吸う描写につながっているんですけれども、本当に細かすぎる描写なんですが粋な描写となっております。でその後がザインがローキックされた膝あたりをさすったりするのも細かいですけれども、追加のカットとなっております。ザインから年頃のシュタルクには女の子の言動に一喜一憂するという言葉で、フェルンの反省の表情、そして去り際に言い捨てるようにザインが追いかけた方もいいぜという、 こう間の取り方だったりのすごいアニメだと解釈が広がるね描写が多かったかなと思います。シュタルクは自分の誕生日にフェルンにもらったブレスレットを見る場面も原作通りですが、アニメの方がより動きがあってシュタルクの感情がわかるものになっていたのが良かったかなと思います。その後のフェルンもいいですよね。原作ではそんなシュタルクを遠くで見ているという感じだったんですけれども、アニメでは心追加シーン本当に細かいんですけど、めちゃくちゃ良かったのが、シュタルクに声をかけようとするときに拳を握っているんですよね。これまあ決意という意味だと思うんですけれども、そして一歩踏み出そうとする描写も追加されていて、フェルンの感情が視聴者にとても伝わるような描写となっていました。そしてザインがフェルンのプレゼントを探すシーンですね。このあたりも原作通りとなっております。広場にいたけど話しかけられなかったシーンでは、同じくフェルンの手元を映しています。これはねシュタルクとの対比で描かれているんですけれども、ここではフェルンの後悔というところが描かれていると思っていて、握り拳ではなくて袖の一部を握るという演出になっていて、非常に深いなと思います。ザインがフェルンの感情に共感するのも、フェルンの表情でザインのことを理解する、プレゼントをっていう部分を嫌味なくスルーする部分も全部つながってくるんですよね。ザインからシュタルクの鈍感さが語られていて、フェルンは自分は誕生日をしてあげたのにという部分ですね、まあ、一緒に選んだことをザインが見抜くくだりも、本当具体的には言わないけれども、フェルンにとって納得できないのがよくわかるかなと思います。でフェルンにとっての大切な思い出、この部分がアニメでしっかり語られていきます。細かい描写がここで生きてきてるんですよね。ぜひとも気づかなかった方はこのシーンを、ね、見返していただけると本当深いし、原作ではなかった描写、アニメだからこそできる描写が加わっております。まあ、地味な追加とはなるんですけれども、フェルンがローキックをザインにしたのは謝るセリフも描写として追加になっていて、ここも解釈はいろいろとなるんですけれども、ザインの思いは言葉でつながっているというところを表現しているようにも捉えれるかなと思います。そしてフェルンはシュタルクのところへ行き声をかけます。ここもねシュタルクの方なんですけれども、で細かいんですけども、シュタルクもここで一瞬ね拳を強く握りしめるんですよね。これはフェルンの決意と同じく重ねているんじゃないかなという演出です。でシュタルクから一緒に選びたかったという部分が語られて、握り拳がほどけるというのもめちゃくちゃ良かったですね。まあ、いろんな感情がシュタルクから解放されたような、そんな雰囲気があるかなと思います。
下力から行こうぜと誘われる時もフェルンが安堵する時も一瞬声を漏らすのも細かいですね。これね、ほんと一瞬なんですけれども、言葉という部分を強く語れるシーンなんですけども、フェルンの一瞬の安堵感ってところが伝わってくるかなと思います。そしてその様子を盗み見するフリーレンとザインなんですけれども、ザインの言葉がほんとこうマジで深いなと思います。人との距離感、これはほんと私たちの世界でも言えることにつながるかなと思います。そしてこう人との距離感というところなんですけれども、もちろんフリーレンにとってこの旅で学ぶことでもあって、そしてフェルンはザインに相談した、それをハイターソウルと重ねていたからという部分が語られていきます。ここで生草ハイターの回想へと移るんですけども、原作そのままとなっております。ちょっとこれあそうだったんだなと思ったのが、嫌いなものが多いというところでフリーレンにこう挙げていましたよね。あれオリーブだったんですね。ザインから見たハイターっていうのは意外と頼りがいのある爺さんと言っていました。まあその理由はフリーレの回想で語られていくんですけれども、ハイターも大人になったというところです。心は子供の頃から変わらずというところで、大人のフリーを重ねてきた。ハイターにとってはフェルンという子を導かなければならない存在があって、大人を張り続けるということが語られていきます。そして誰が大人のフリーを続けたハイターを褒めるのかというところで、フリーレがよしよししていきます。ここもアニメだとかなりぎこちないハイターの頭を揺らすような感じとなっていて、これがこの時のフリーレンで褒めるという解釈の部分とつながっているんじゃないかなと、まあ、感じることができるかなと思います、まあ、人間を知るという未熟さが出ているようにも感じました。これはまさにこう長く生きるエルフフリーレンとして誰が褒めるのかというところもつながってきますよね。ザインは大人をやれていたということにハイターと同じくよしよしをしていきます。ここもねハイターと同じね撫で方なんですよね。で原作29話終わって最後にシュタルクがフェルンにブレスレットを選んだ描写も追加されていて、これは第30話とつながっていく描写となっております。そして第30話鏡蓮華なんですけれども、これ本当名エピソードなんですが、まあ、乗り合い馬車で商人の場面からとなっております。ブレスレットに気づくフリーレンなんですけれども、アニメではすぐにフェルンが隠そうとする描写が追加となっていて、これちょっといいですよね。なんかこう見られたくないというか恥ずかしいというか、まあ、若者感出ていて非常に良かったかなと思います。そして居眠りするシュタルクを映してアニメ前半の内容と重なるような演出となっています。そして衣装についてですね、同じデザインの指輪を持っているというくだりからすぐに見つからないところでフェルンがムスッとなるのもアニメの追加となっております。まあ、片付けられないフリーレンというところが描かれております。そして見つけた途端に爆発ような描写になっていて、指輪が飛んでいく描写を映していましたよね。ゆっくりその衣装が映されているのもアニメならではとなっていて、今回の鏡蓮華を語る上では非常にいい演出となっていたんじゃないかなと思います。そして鳥型の魔物に馬車ごと連れて行かれます。そして飛行魔法への話へと移りますけれども、魔族の魔術式をそのまま使うから応用できない、要するに人以外には無理だよということでした。そのまま脱出でシュタルクだけ飛び降りてという指示ですね。だいたいこういう無茶張りの時はアイゼンとドン引きエピソードが出てくるんですけれども、アイゼンこう自由落下っていうところが描かれていますが、これ原作では落ちているシーンだったんですけれども、落下というより頭から思いっきりこうも自ら落ちているような描写でしたよね。アニメでは派手となっていました。まあ、おかしいのはアイゼン様の下りもおなじみです。でここからのね作画も非常に良かったんですけれども、フリーレンが馬車から飛び出したのは非常にリアルでしたね。で魔族の首を落としてフェルンの提案通り魔法で落ちる瞬間に衝撃を軽減させる描写も追加となっています。ちゃんとねその後ねこう原作通りなんですけれども、馬も浮いていたのも再現されていましたね。落ちた後シュタルクが突き刺さっていた描写だったりとかセリフだったりとか、ザインのツッコミは追加となっております。で馬車の修理へと移るんですけれども、修理する様子も少し追加されていて、ザインからフェルンのブレスレットの話へと移っています。まあ、シュタルクが苦労したのにザインが共感する顔色を伺いながらの展開も原作通りですね。そして原作のタイトルでもある鏡蓮華の話へと移ります。花言葉はクオンの愛情ですね。恋人へ贈るものであることがここでわかります。花言葉からフェルンの爆発言もそのままですね。そしてシュタルクが買い直しましょうかというところで、フェルンが本気で嫌がるのもいいですよね。シュタルクが一生懸命選んでくれたものを二度とそんなこと言わないでっていうのもこれ原作のそのままとなっております。ザインがその一部始終を見守るにこやかなのも原作通りですね。でその後時が過ぎ、馬車の修理を進めていきます。この場面もアニメそのままなんですけれども、一コマフリーレンが映っているのがアニメだと分かりやすかったですね。指輪を夜に探していた場面なんですけれども、これ原作だとねパッと、まあ、もちろん同じ描写なんですけれども、アニメだとより分かりやすくなっていました。そしてフェルンがこの後毎晩抜け出して何かを探しているというところにもつながります。そしてこれがねヒンメルからもらった指輪っていうのがなくなってしまったんですけれども、まあ、花言葉鏡蓮華の話からフェルンは自らもらったものとしてその思いを語るのも、ここめちゃくちゃいいですよね。まあ、大事なものというこのトータルの意味としても非常にいろんな解釈ができると思いますし、多くは語らないけれども、このね前半のエピソードが生きてくるという感じです。商人からもらったなくした装飾品を探す魔法で探すときにヒンメルの階層へと移ります。まあ、ここからはもうね言うまでもなく素晴らしいんですけれども、ヒンメルがフリーレンの討伐への頑張りで好きなものを選んでくれ、フリーレンが適当に選んだものということで鏡蓮華を選ぶんですよね。でここでねフリーレンはその前にねヒンメルは花言葉なんて知らないよと言っていましたけれども、実はこの花言葉に気づいています。でここまで先に
見せて指輪を発見します。そして再度回想へと移るんですけれども、そして完全にこれ指輪でもプロポーズスタイルですよね。もう作画もすごい良かったですね。ゆっくりこうマントがなびきながらしゃがむシーンというのがありました。まあ、鏡レンゲの花言葉の意味を持った指輪を左手の薬指に膝をついてはめるわけがないというね、ほんとこれは思いが伝わるなというところです。まあ、この指輪のエピソードっていうのはアニメでねしっかりこう描かれるんじゃないかなというか、アニメだからこそよくわかるシーンだなと思っていたので非常に熱かったです。で、鏡レンゲをめぐる名エピソードが幕を閉じて、アニメ14話は幕を閉じました。いかがだったでしょうか。葬送のフリーレン第14話アニメですね。本当にね、細かい分一瞬ほんの1秒にも満たない描写がたくさんあったんですけれども、これを入れることによってアニメが自然とこうパワーアップする、そんな描写多かったかなと思います。でね、これ鏡レンゲの形についていろいろ結構言われてるんですけれども、シュタルクがフェルンにあげたブレスレットの鏡レンゲっていうのは花が咲いているような形となっていて、ヒンメルからフリーレンにあげた指輪っていうのはつぼみなんですよね。なのでこうヒンメルとフリーレンは始まることはなかったんじゃないかなっていうことを暗示してるっていうところと、あとシュタルクとフェレンとの花が開いているこの対比っていうのが本当にこれフリーレンが最初に涙を流したところにもつながってくると思うんですけれども、ここがね素晴らしいね演出になっていて、それがアニメでもよくわかるようになっていましたし、これまでのエピソードの中でも指輪を強調することは多かったので、おそらくこれはね深く描かれている意味があるんじゃないかなと思います。逆にこのヒンメルの言葉っていうのは思いを口にしなかったけれども、心の中にある恋心をつぼみで表現したと考えることもできると思うので、もしそれが正しければ考えられているなというところでグッときますよね。ぜひ皆さん第14話の感想だったりとか、このエピソードについてのね感想でもいいので、コメントで教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。